藤井聡太と森内俊之、将棋界の健康状態を比較してみた結果に驚愕。将棋界の若き天才、藤井聡太と、ベテラン棋士、森内俊之。両者の棋力はもちろんのこと、健康状態についても注目が集まっています。そこで、今回は、藤井聡太と森内俊之の健康状態を比較してみた結果、驚くべき事実が、明らかになりました。まず、藤井聡太について、ですが、彼は、将棋界でも屈指の若さで、ありながら、非常に健康的な生活を送っていることが知られています。普段からトレーニングを欠かさず、バランスのいい食事を心がけているとのこと。また、ストレスをためないように、趣味の読書や音楽鑑賞も欠かさないそうです。一方、森内俊之については、健康面での悩みがあるようです。数年前に、心臓の手術を受けたこともあり、体調管理には、細心の注意を払っているとの、こと。しかし、最近では、腰痛や肩こりにも悩まされているそうで、試合中に痛みが出ることも、あるとのこと。このように、若手の藤井聡太と、ベテランの森内俊之の健康状態を比較してみると、藤井聡太の健康的な生活が光ります。一方、森内俊之は、多少の悩みを抱えているものの、それでも、精神面での強さや経験を、活かして活躍しているということがわかります。しかし、ここで、驚愕の事実が明らかになります。実は、藤井聡太も、最近、急激な体調の変化に悩まされているとの噂があるのです。具体的には、藤井聡太が最近、疲れやすくなったという話があるそうです。これは、将棋界の注目度が高まったことで、ストレスが増えたことが原因のようです。このように、将棋界でも、健康管理は、非常に重要な問題であり、若手でもベテランでも、悩みを抱えていることがあることが分かりました。しかしながら、藤井聡太や森内俊之のように、健康的な生活を送ることで、気力にも直結することが分かりました。今後も、将棋界の健康管理に注目し、選手たちが、より健康的な生活を送ることができる、ように、サポートすることが必要であると考えられます。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。